全盲女子の波平丸です。ネット上で見つけたニュースなんですけれども、公益財団法人愛名と協会という団体がありまして、盲導犬の育成をされている団体なんですけど、子ども向けのサイトで、コロナ禍で視覚障害者が不便に感じている事例を紹介しているという記事がありまして、でそれを見ながらですね、私も自分自身の生活をちょっと振り返ってみたんですよね。でそこで紹介されている事例ってどんなものなのかというと、車が少なくなったことで信号が分かりにくくなったとか、あとは列に並ぶときに間隔を空けないといけないから並びにくくなったというようなことがありまして、確かにね、そうなんですよね。人や車ね、たくさん、あんまりたくさん通り過ぎてももちろん困るんですけど、逆に少なすぎるのも困るんですよね。やっぱり参考にする情報が減るっていうことですし、助けを求めたくてもなかなかそれが難しいっていうのがあるのでね、困りますよね。あと距離を取らないといけないっていうのも難しいところで、まあ私、距離を取るっていうことについては良かったなと思う部分もあるんですよね。なんかコロナ前からあんまり人との距離が近すぎるのってどうなんだろうっていうのは感じていたので、なんか今結構ちょうど良くなってきてるのかなっていう感じはするんですよね。なんか自分だけの空間が確保できるっていうのはね、居心地がいいですね。飲食店とか行ってもカウンターで隣との仕切りがあるっていうのがすごく落ち着くなと思ってて、なんかね、あんまり密着してるとちょっと居心地悪いですし、なんか隣の人のね、お皿とかに触ってしまいそうでドキドキするんですよね。なのでそういう点では今ってすごくいいなと思うんですけど、ただやっぱり一方でね、見えない私としてはまあ不便になったなとは思いますね。やっぱり距離を取っていると、こう感覚的にちょっと一人になったような気持ちにもなりますし、やっぱりこう、ね、今はあんまり歓迎されないような近い距離で人の気配を感じるとか、物に触って確かめるとかね、そういうことって必要になってくるのでね、それがしづらくなるっていうのは結構困りますね。まあでもそんな中でも、もうコロナ前と同じような感覚で、こう私がちょっと困ってる時に手を貸してくださる方もたくさんいらっしゃるので、もう本当にそこはありがたいなと思いますね。ということで今回はコロナ禍の不便なことについてお話ししました。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。